アラメさん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、LINE Pay、LINE コイン、LINE ポイントの違いとは、それぞれのサービスに特徴ありということで、よく、まあ、この LINE の3種類のサービスについてというのはよく聞くと思うんですよね。まあ、ぶっちゃけ僕はこれについて、まあ、本当につい最近までは、もう見事にごちゃごちゃになってました。ということで、今回はその3種類、もうこの LINE Pay、LINE コイン、LINE ポイントについて簡単に解説をしていきたいと思います。ということで、まずは LINE Pay からお伝えしていきたいと思うんですけども、まあ、これは僕のチャンネルを見られている方であれば、もうよくご存知かと思うんですけども、いわゆるお買い物で使うためということですね。まあ、実店舗だと、主に、まあ、飲食店とかコンビニで使えて、まあ、地域などによっては、まあ、電気代の、支払い方法として、まあ、請求書もこれで支払うことが可能ということで、まあ、僕もとても重宝しているサービスですね。まあ、決済以外にも、まあ、送金や割り勘、あとは出金も可能ということになっております。次に、LINE ポイントなんですが、まあ、これは簡単に言うと、何かに交換できるものというふうになってます。で、画面なんですけども、まあ、この LINE ポイントというところをタップしたら、今だとこの楽天スーパーポイントのキャンペーンをやっていたりとか、他のキャンペーンとかもあったりとかするので、まあ、ここにあるように、まあ、ページを見るだけでもポイントがもらえたりですとか、友達を追加するだけでも LINE ポイントがもらえたりもします。あとは例えばその100ポイントあればそのまま100円として LINE Pay の残高に変えることもできますし、この LINE ポイントでもスタンプなどの購入も可能です。なのでかなり幅広く LINE のサービスが使えますね。最後にこの LINE コインというのは LINE のサービスの中で通用するものということで、まあ、例えば LINE 漫画や LINE 〇〇といったそのサービスを利用するための LINE 専用の有料サービスを使用するときみたいな、まあ、仮想通貨みたいなものですね。まあ、わかりやすく言うと、スマホのゲームとかで課金するときの石を購入するときのイメージですね。まあ、ざっと LINE〇〇といったサービスはこんな感じですね。まあ、先ほどお伝えした LINE 漫画以外にもこれだけのサービスがあります。ちなみに LINE Pay の残高から購入することもできますし、クレジットカードを使って LINE のコインも購入は可能となってます。ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。まあ、これまでですね、ちょっとごちゃごちゃになってたということが、まあ少しでもまあ整理できたということであれば嬉しいです。ということで、この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、グッドボタン、あとはツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。